ベイビーニコです。今回はですね、我々オルカとベイビーニコ、急に何をしでかすかわからないみたいなところあるじゃないですか。まあ否めないですね。そうだからなんか、謎に包まれた我々をお絵描きをすることによって、その真理を知っていくというね。あ、なるほどね。そう。いいじゃんいいじゃん。お絵描きでわかる我々の真理、皆様にお見せできればなと思います。はい。じゃあ早速やっていきましょう。スタート。じゃあまず丸を描いてからやるか。丸書いて、丸を書くわけですね。丸を書いて、丸を書く、丸と言うのですか？ちょっと、わかるよ。とてもわかるよ。難しいね。回答していくか。はい。丸の大きさで心の余裕ね。心の余裕がわかります。はいはい。見ていきましょう。結果をダン。丸が大きいほど自信家、小さいほど控えめ。ああ。僕の丸が結構もうパンパンに丸だもん。めっちゃ自信ある。ニコはまあまあちょっと自信ないのかな。もしかしたらね。もしかしたら自信ないのか、丸からも現れてるかもしれない。うん、これが心理テストですか。比べていけるわけですね。はいはい。え、面白い。ハート、音符ですって。ハートの中に顔を描いてみて。顔？はいはいはい。描けた。描けた。じゃあ回答も出しましょう。はい。あなたの好きな人に対する本当の態度がわかります。結構見ていきますか。どういうことだ。好きな人の前ではこんな顔になっちゃいますじゃない。そりゃね、好きな人の前にするとニコニコになるよ。ニコちゃんめっちゃニヤニヤしてる。めっちゃ喜んどニコ。僕なんかちょっと真顔寄りだな。ポカーンってしてる感じしてる。あ、なんかもしかしたらこうなんかもう見入っちゃってるみたいなことじゃない。あ、なるほどね。好きな人に。これが僕の本性ですか。リバー。あ、川か。はいはい。目の前に渡りたい川がどんな橋がかかってる？ああ、この人を渡らすのね。なるほどね。立体的に行きますよ。平面的に行っちゃった。それは何？魚？鯉みたいな。鯉でかっ。でかっ。無理でかもしれない。魚まで描いてくれるんだね。そう。じゃあ。回答、あなたのコミュニケーション能力がわかります。はいはいはい。結果を見ましょうか。大きくて立派な橋ほど人間しいコミュ障です。ね、悪口じゃん。それだってこの人をさ、安全に渡らすためにさ、広い橋を描くっつうのがさ、普通じゃねえな。僕らの優しさですけども。どういうこと？これでかい判定かな。愚かのはでかすぎると思う。線いっぱいいっぱいだもん。確かに僕らコミュ障？まあまあ。たまにそういう時もあるかなって。僕もとつり型のコミュ障だわ。蛇口の水行きますか。この蛇口から出る水を書いて。こんなんで僕らの何がわかるんですか？あ、綺麗に線引けた。嬉しい。あ、うまい。ニコはこうジャーって出るタイプ。最初ってこうわかんないじゃん。あ、これおまけに水しぶきを書こうと思ったら一個も水しぶきっぽくなる。二人とも水しぶき下手くそすぎでしょ。あ、ちょっとうまいしずくかけた。ああ、ニコちゃんの方がうまいな。じゃあ出していきますか。表示。あなたの恋愛感情がわかります。なんだ？なんか恥ずかしい。どういうこと？水の勢いはあなたの恋愛感情の激しさを表してます。ニコちゃんめっちゃ激しいじゃん。溢れ出る感情じゃん。まあニコちょっとこう気情が激しいのでね。なるほどね。喜怒哀楽がはい。確かに結構なんかファンの人に愛を求めたりするしね。あ、そう。そういうことか。そうむたいかも。うん。僕さらっとしてるな。あなたのハートはどこ？ああ、これね。ニコこっちかも。え、これどういうこと？どこかって何？五択ってこと？あ、こっちにも持たそうかな。こんな感じかな。僕今年は順張りの年ですので真ん中に書いていきますよ。あ、下手くそ。なんだそれ。これ何？逆のハートみたいになってる。これはハートですっていう印をつけて。はい。D にね。ニコはやっぱ心とね、手にもハートを持って誰かにあげれるようにと、頭もハートマークでね、常に人のことを思ってますよって。すごい。じゃあどんな効果をもたらすのか見ていきましょうか。はい。うわ、やばそう。A、誘惑に弱い。B、C、D、真面目で一途。E、下半身に従う動物。二人とも E ではないね。あ、まあ確かに。ベイビーニコは誘惑に弱い。まあ分からんでもない。でも真面目で一途2個入れとるからね。B と D で。真面目で一途な面が強いけど、ごくまれに誘惑にも弱くなってしまうということ。そうですね。なるほどね。まあ一番人間らしいといえば人間らしい。確かに。テストの点数。別のように自信のないテストが返ってきた。何点だった？こんなんもう自信がないテスト何点なことが多いかな。これリアルな感じでいくわ。あー、超リアルだわ。じゃあ回答していきます。あなたの〇〇の点数です。うわ、なんだ怖い。これはあなたがもう自分の顔の点数。失礼だな。さっきから。そういうことね。あ、でもニコ自信ないかも。確かに自分の顔。しかもなんかこれよく見たらさ、なんか問題文3ブサイクだ、4美しいとか書いてんだけど。本当だ。伏線ってこと？伏線あったわ。まあ我々謙虚ってことで。顔を描いて制限あり、制限がある。制限あり。6本の短い線だけで6本ですって。線でしょ、短い線でしょ。しかも6本使わなきゃいけないかな。ちょっと20顎にしとくか。20顎になってる。20顎なの。顎長い人いい。回答していきましょう。はい。あなたの表情の豊かさがわかります。直線ばかりで描いた顔ほどあなたの表情は乏しいです。なに、線で描けって言う。線で描けって言ったのに。なんで愚か、めっちゃ線だわ。違う、ちゃんと真面目だから、ちゃんと問題文に沿って。カクカクやん。好きな人の顔の時もなんかポーってしてたしね。同じ顔しかできない愚か。ディスじゃん。お山登山するあなた。登山ですって。やだな。高さでもなんか見て、薄くさ宇宙とか書いてあるよ。ああ、登山するならでかいとか。登山やだな。本当にこれぐらいにしとくか。山の頂上で高い水売ってるらしいから、高い水の会長。猫は手におにぎり持ってる。じゃあ行きますか。はい、ドン。あなたの〇〇の高さがわかります。なんでしょう。山が高いほど恋愛においてルックスが重要であり、加えて自己評価も非常に高いです。あれ、猫ちゃん。そんなことないですよ。そんな宇宙に行くほどルックスが重要とか思ってないですよ。人間心ですから。なんかこれやだ。やだね。うん、そんなことないよ。ヤシの実いくつ落ちてた？いくつ落とせますか？発見でしょ。でも発見って言葉的には1個じゃない？この2個ぐらいにしようかな。もはや丸が書けない愚か。なんでそんな言う？ちょっともう怒ったからいっぱい書いたろ。いや、書きすぎ。なんか丸が書けないとかバカにされたから、丸書けるまで書いたろ。でも全然書けてない。みたいなやつあるやん。難しいんだよ操作がこれ。いやむずいよこれ、めちゃめちゃ。書きすぎたらこれ怖いぞ。いっぱいあると嬉しいしね。まあ確かに。表示。あなたの丸々経験、ちょっとなんか雲行きが怪しいぞ。うわ、なんだ？なんだろう。恋愛経験ですって。はい、加減点しすぎ。恋愛プロじゃんもう。プロになっちゃった。違うんです。いっぱいやったら嬉しいかなと思って。違う、ちょっとムキになっちゃったんだよね。丸かけなくて。丸かけなくてムキになっちゃった。天使の羽。あ、これサービス問題ですよ。天使に羽を描いてみて。ベイビーニコさんは実際の羽は飛べない羽ですけど、どうするんでしょうかね。こいつも羽ちっちゃそう。頑張ってぐるぐる描くんだ。なんか髪の抜け殻みたい。はい、変えた。はい、回答します。はい。あなたの浮気度がわかります。これ怖いぞ。なんですって。どっちですか。羽が大きいほどバレないなんて浮気をして。適当なことしか言わないこの子。そんな浮気してみたいのか愚か。いや2個も羽かいちゃってさ。確かに DD ではあるな。推しは多いが、でもなんかバレないならしてみたいと思ってる。いやもう堂々と言ってますよ、何が好きって。別にそんなやもしいことないのに。ゴキブリになんだ。目が覚めるとゴキブリになってた。あなたを退治しに来たのは誰？名前を書いてね。うわー、どうしようかな。退治？誰だろう。パッサニメンバーで縛ってみるか。あ、確かにそっちのがいい。この人ですね。退治しに来てくれそうな。ちょっと次いいわ。酒を飲んで元気なぜば。はい、いきますよ。はい、ドン。あなたはその人のことをこう思っています。怖いな。あなたはこの人が好きなんです。まあはい、よかった。なんかこういう系でよかった。なんかあなたは嫌われてますとかだったら泣いちゃうとこだった。パサニチャンネル不仲説浮上するとこ。こんな空気になるとこだった。スパゲッティ。長いスパゲッティがあるよ。食べきるのにどれぐらいかかる？長いんだって。ちょっと一回想像するわ。長いんだよ。長いがさ、この伸ばし棒だよ。これじゃなくてさ、こっちの伸ばし棒ってことはすっごい長いんだよ。100とかにしとくか。ちょっと想像するわ。あ、でもまだ余ったからもう一個つけちゃおう。もう一個はありそうだな。もう一個つけちゃおう。めっちゃ長いのか。めっちゃだったらもうなんか何秒とかのレベルじゃない気がする。101001000万10万100万。でも1000万なら100万の方がいいか。あ、でもな、1000万もまあ悪くない。分ありなの。どっちが長い？1000万秒と3000分。わかんない。じゃあ回答を出します。スパゲッティを食べる時間○○の時間なんでしょう。わ、怖い。ニコラ全然満足しないじゃん。いつも我々よね、満足できるさせられる人いないよ多分。次は誰が僕たちを満足させてくれるのかな。だよね。やりすぎだろ。やばい、これはこれでね、終わりましたね。全て終わりました。はい、どうですか我々心理テストを経て分かることあった？まあ、たまにまあ当てはまってるなみたいなあったけど、なんか大体がちょっとなんか意地悪なさ、意地悪だったね。多くてさ、うんって時ありましたけど。ありましたけど、他のメンバーも気になるね。なんか結構ピュア組だけでなく、ピュア組ってなんだよ。まあ確かにニコラにはね、まだ早い問題があった。ベイビーたちにはちょっと早い問題が。ということで今回はベイビーニコと愚かの2 2人で心理テストをやっていきましたよ。心理テストだけでなく、今後のいろいろな動画を見て我々のことを深く知っていただければなと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。あざました。